さて、それでは、あまり気持ちは乗らないですが、凄まじいパックが出ております。僕は昨日ね、この真ん中の人ずっと青柳って言ってたんですけども、全く違いましたね。いやー、誰も当てれなかったかな、僕は。一人、伊藤だけか。てっきり若武者で、こう、後ろ日の丸みたいになるから、日本代表なのかなと思ったら、結局のところはあまり何かよくわからないパックではあったんですけども、すごいですね。このコメント欄の方いろいろ書いてくれてて、水上選手を当てたのがなんでなんやろね。なんでっていうか、ちょっと不思議ではありますよね。で、今回も、吐き気がするほどのボリュームです。2回に分けてやらしてもらえたらなと思います。もう本当に嫌。で、もう先に言うとくと、外れは1人だけです。一人だけなんでっていう評価を受けてる選手がいます。あとは全部、もう本当にバーサス崩壊するんちゃうかっていうぐらい嫌なピッチャーばっかり出てるかなという感じです。さあ、奥川選手からです。もう本当に嫌な気持ちに これね、すごく気になったところがあって、スラーブなんですけど、対右打ちとる魔球ということで、対右の時にはもうスラーブが45まで持っていきます。つまりスラーブ S まで行くということなんですけども、まあ、強化したら対右だけじゃなくてもいけるのかな。この感じだとそうですね。スラーブは、例えばアビリティはめれば最初からも S にできるのかなと思うんですけども、スラーブの裏のカーブとのこの差、この楽さすごくないですか？ここまでの差は僕はあまり見たことがないかなって。これがしかもね、S になってくるんで、これ、例えばこのスラーブの投げ分けとストレートだけでも相当振り回されるような、まあ、入ってくるか入ってこないかわからないカーブができますよね。ボールゾーンからね。で、フォークに関しても、フォークのこの量と、それから、まあ、この量とこのストレートですね。155キロに対しての縦スライダーって、まあまあブレーキかかってるんですよね。だから、結構な速さで落ちるフォークと、この縦スライダーと、ここも多分緩急しっかり効いてくるんちゃうかなと。まあ、前回もちょっと話したんですけど、僕の考察動画全く的を得てないみたいなんですけども。まあ、対戦するにしてはね、嫌やなっていうところを話してるだけなんですけど。で、横ツーシーム、サークルチェンジがあって、まあ、ある意味僕は狙い目この辺かなと思いますけどね、横ツーシーム、サークルチェンジ、カットボールを投げてくれたタイミングが狙い目かなと思うんですが、基本もこのスラーブとカーブの変化、フォーク、縦スラの変化、それから155キロを制球 S なんで、例えば横ツーシームをもうビタビタのところにね、ギリギリストライクとかちょっとボールに入る、出ていく、球っていうのを投げ分けれるような、奥川君に対する評価めちゃめちゃ高いですよね。すごい。奪三振はちなみにツーストライクでカットボールが30アップ、カットボールも A に乗ってくるんですね。だから、これも自分の、まあ、例えば内側に内角にカットボール決められたら、ストレートかカットボールかちょっと見分けにくいのかなと、最後決め球でね、来られた時に思うんですが、これね、ただこのパック引くかどうかは、僕は引きたいと思います。もう一回しか引けないけど、引くつもりでいるんですが、ただ一つ、このパックは後々、まあ、ちょっと話そうかと、まあ、今話してもいいか。確定が一回だけなんですね。4ボックス目の時かなに確定があって、6の時には、6ボックス目の時には、現役か、若武者かわからない。オア、現役オア若武者っていう書かれ方してたんで、かなり出にくいボックスなのかなと思ってます。で、これもいいですね。牧、二塁一塁 A。やっぱり僕はここの守備 A っていうのがすごく、オーダースキルとか打順組む時にね、で、右バッターですか。右やったっけ、牧って。牧、右か。右やと、なかなか、少なかったりするから、まあ、守備のスキルが、かなり下位のものになるかな。B が2つ以上か、A が1個とかであればいいので、ちょっと、そうですね。ほんまやな。これ、はめにくいか。オーダースキルの完璧を目指すのであれば、ちょっと、物足りないのかもしれないですね。だから DH とかになってくるかもしれないけど、それでもまあ、
こんだけはっきり AA が続くと、吉田とかもこんな感じの評価ですかね。初球系はあんまりかな。まあ一応初球で、あれですね、ワンストライクまでは長打、高打、60アップがつくんで、もう全部 S、あ、ごめんなさい、対右のミーと長打は変わらずか、対左が S になるんかな。で、チャンスメーカーでランナーなしの時に長打が30アップということで、だからランナーがいた時に、ランナーなし?チャンスメーカー、ランナーなしか。ランナーなしの時に、初球だけは長打も S に乗ってくるというようなところかなと思います。これもそうやな。完璧を目指す上ではちょっとだけ足りひんのかな。そしてもう勘弁してほしい。もう、宮西が恋しいですよ。伊藤ばっかりで、すごいですね、伊藤の評価。昔のダルビッシュみたいなね。これはもう、考察のしようがないというか、サークルチェンジの裏、スプリットチェンジの裏、サークルチェンジっていうのがもうめちゃくちゃ鬱陶しいですね。早く反応せなあかんかったり、遅くやったりするし、そこにツーシームも絡むし、ストレートもね、153であれば十分。まあ多いですよ。伊藤の配球で一番多いのストレート、真ん中ストレートですよ。迷ってね、この、どれかを待ってたら、大概ストレートで決められるっていうところがあって。あと何があるんですか?もう、解説不要な感じもするけど、スローカーブとナックルカーブの落差は分からんかな。まとめて打てそうな感じしますけどね。なんだこれは。で、ランナー2塁以上でスプリットチェンジが S になってきます。背負わない男でランナーなし縦スライダーが、ランナーがいなければ、S になってきます。もう、まあ、この持久とスタミナ B を、どう攻略していくかですかね。数投げさせて、例えば縦スラとかスライダーは変化量多いんで、ストライクゾーンの中で勝負しづらい変化球だと思うんで、この2つをいかに見送るか。まあスプリットチェンジもそうかな。外れそうですよね。で、あとの細かい変化の球をミートで捉えていくか、みたいなところになるんかな。欲しいですね。本当に。今で2人目で3人目ですか?すごい量やな。で、佐々木朗希出てきてるんですね。これはもうロッテファンからしたら絶対欲しいと思います。158キロ、制球 A。ちょっとスタミナ評価低めなんですけども、フォークが S で。サークチェンジもあって、フォークの裏、まあ、これもいらんちゃいらんかな、このフォークは。フォークの裏フォークはね、難しいですよ。これだからストライクゾーンに残すフォークっていうことなんですけど、この辺からだと残りにくいですよ。かなり、結局ボール球になるフォークになるのかなと思うんですけど、で、スライダーの裏カットでカーブか。フォーク、フォーク、ストレート、フォーク、フォーク、ストレート、カーブとかで、あ、でもスライダーもしっかり効くかな。スライダーたまに投げたら効くかもしれないですね。で、ツーストライクに追い込むとサークルチェンジが A になってくると。で、背負わない男でスライダー、ランナーなしでスライダーが A になってくる。まあ、対戦したくないです。まあ僕毎回言うてますけど、この1個だけめちゃくちゃ伸びてる変化球があるピッチャーの使い方ってすごい難しくて苦手なんですけどね。158か。いいですね。今でこれ何人目かな ?4 人目かな。で、5人目、佐藤輝明欲しいんです。やっぱり阪神自球団にしようと思ったら、佐藤のね、評価これ面白くて、やっぱりサードも A ついたのがね、外野サードどっちも A で評価されたっていうのは大きいなと思います。で、バッティングの方がどうしてもミートが A ないので、これ、クリーンナップ入れれないんですよ。下位打線になってくるのかな。6、7、8、9ぐらい。6番バッターかな。ぐらいに持っていくしか、オーダースキルはないんですけども、まあやっぱり阪神自球団でやりたかったら、この2箇所、この、A で守れる選手で、それから、守備のスキルは全て発動するので、置いときたい。1、2番とかには使えないですけどね、ぜひ手にしたいバッターかなと思います。逆境に燃えるって、最終イニングで、あ、長打、高打が45アップ、関係ないですね。全然関係ないですね。こんなことある?長打、高打、左右45アップ。何も関係ないですね。へぇ。初球ヒッター絡んで、やっとこうだが、いや、
無理ちゃうか。無理ですね。すごいな、アビリティが1も2も何も役立ってないんで、さらにオンしてこのアビリティ3で長打はもういいのかな、高打力が上がるような何かをはめるしかないのかな。そういう意味ではちょっともうこれ以上はないで、どれもギリギリ510、610、509とか706とかなんで、ソウル負けしだした時はガタッとね、ミートが C に下がってパワーが B に下がってってことになるのかなと思うんですけども、まあでも欲しいなぁ、もう焦ってます僕は本当に、もう全然勝てないから。で松原ですね、多いですね今シーズン松原のカードはたくさん出てるかなと思うんですが、まあ1、2番には使えるのかな、長打力、高打力とそれから走力とがあるので、1、2番にはいけるのかなと思います。で守備も、外野どこでもじゃないですね、センターでもライトでも守れて、肩が、まあ、肩もちょっと上げてもいいかもしれないですね、何かはめてね、何かというか鉄砲型しかないのかな、はめて、もういけると、まあまあ、2番かなで、チャンス、ランナーなしの時に長打が45アップ。ああ、じゃあ対右やとすごいな。AA になるんですね。対右のピッチャー相手やったら1番で長打、高打、A、走塁 A のバッターとして登場できるというところで。で、救世主。あ、肩はめんでいいやん。救世主でいけるんか。ごめんなさい、鉄砲型じゃないですね、救世主でいけるんですね、対ランナーが2塁以上の時、まあだからだいたいねピンチの場面って言ったらこう2塁以上になってくると思うんで、そこで肩も A に乗ってくるのであればかなりいいんじゃないかなと、人ごとですね。いや引いてみようかな、1、2、3、4、5、6人ということで、もうちょっと今回一旦ここで休ませてください。ボリュームが何なんやろうなあ、ここじゃない、ごめんなさい嘘です。ボックス詳細ね、こう見ると1回目が SS レアか、まあ SS レアというか SS レアの若武者か現役選手どちらかで、4回目引いて初めて若武者誰か一人確定ですね。で、その後はもう、6回目でも若武者か現役選手になっているので、確実に引けるのはこの4回目のターンのみということで、続けたらいいんかな。もっと続ける人に僕は会ったことないですけども、まあまあ、僕 S でもいいので、やっぱり佐藤が欲しいから、S 佐藤、まあもちろん SS 佐藤を目標にして一回引いてみようかなと、ちょっと、やめとこうかな。いやー、ちょっと考えたいと思います。意味ないもんね。一回引くだけやったらね、またこれ出るんですよ、この SS で。お前誰やねんっていうやつが出るんですよ。知ってるんですよ。もうだってずっと出てないからね、うちは限定選手がね、もう仕方ないんで、仕方ないですね。ちなみに、現在3500です。レートが3600ちょっとまでいけたんですけどね、また負けが込みまして、こんなところ、チーム成績3割8分6人、防御率 1.96 ということで、まあよく打たれているし、もうだいぶ前から話してたんですけども、線が、去年の3月か4月のボックスで引けたやつがもういよいよ持ってもう負け始め、ソウル負けをし始めているので、防御率がね 1.38 で、小島も 1.42 ということで、このあたりはもうまあ、いや1点台超えてるということは、まあ、1、2回にもちょっと打たれてるのかなという感じですね。いやーちょっとメガボックスを引くかどうか一回悩ん で、それを糧にね、チームの底上げをしたいなと思います。ということで今回はメガボックス開封じゃないわ、考察動画の前半でした。それからコメント皆さんありがとうございました。どんなんが出るんかなって、大体みんなが書いてくれはったので合ってたし。いやー。
ちょっと考えたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを。